どうもエルザです。それではウォッチドックスレギオンやっていきたいと思います。さて今回はこちらだね、過去を掘り返すをやっていこうと思います。さてどこから入る感じかな。役員とかいるんだ、すごいね。立場の人がね、一定でないの面白いよね。図書館の人がめっちゃすげえもん持ってたな。そんなに死にてえのか。詫びを入れるんなら今のうちだぜ。詐欺師。はははは。いや、いろいろいるなー。この辺りかな。くそ、寒気がする。ここで大勢が死んだんだ。幽霊が出てもおかしくねえぞ。で、この警備は何なの？ここは修復待ちだから警備はいらないはずだよね。確かにな。バグリー、何を探しゃいいんだ？信号を発していると思われるデバイス、または部品をお探しください。どうも瓦礫の中からのようです。瓦礫の中か。普通に入るけど何も言われないんだね。瓦礫の中か。あー、下から入っていく方がいいのかもしれないね。橋の下からか。まあ、ちょっとぐるーっと回っていこうか。見つからないに越したことないからね。めっちゃ反対側で怒ってる人がいたね。ドローンがあると。はい、ジャックね。よし、降りるの成功。ほう、中に人がいるか。よし、音声は後で確認、弾薬確保。一応銃はしまっておいて、一応最終手段だからね。そこテックがあるね。
はい、そこに入っといて。よし。あの奥行きたいけど、こっちから行けるかな。テックポイントは欲しいからね。一人始末完了。でダウンロードしといて、あの上多分戻るんだよね。いけるね。こっからいける？いや、いけない。どうだ？その瓦礫の中に。どうやって入っていくんだ？ああ、そういうことね。気に入ったぜ。ちょっと静かにしといてね。意外と近かったね。まあ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 。まあバレてないね。よし。これこう。はい、テイクダウン。いたいたいた。他になんか使えそうなものはないかな。よし、いいテイクダウン。んで、ここから、いや、絶対ここだと思うんだよな。あ、そういうことか。わかった。テクノロジーというか、立ち入り禁止エリアは不可なのよね。ちょっと待ってね、クモちゃんに変えないとテックポイントが得られない。意外とクモの方がいいのかな、そういった意味では。だね、仮面外した時だね。ある程度格闘で耐えれるから、スパイダーでも全然 OK か。
スススーっとね。よし、ゲット。回収そういう回収ありなんだね。さあさあさあ、なんかあるかなと思ったら違うか。ハイジャックしてもそんなに必要なものはという感じだね。そうだね、発砲音でバレる可能性あるからな。よし、んで、他は、はい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 、よし。いや違う、こっちだね。下か、まあ、下はあらかた片付けてるから。いた。はい、終わり。増えてたね。ああ、これか。はあ、そりゃあ、ええ。破損したスパイダーボットの足と。信号はこのスパイダーボットの慣れの果てから発信されています。持ち主については分かりません。ハンマーでボコボコに殴られたみたいだな。なんでこんなとこにあるんだ。不明です。ですが AR 再現を使えばここで何が起きてそれがどう爆破と関連しているのか分かるかもしれません。近くのデータ中継装置にアクセスしてください。そちらから AR 再現に必要なデータを収集します。ふんふん。まずちょっと遠いところから行くか。ほい、あーしくじきそうはいはい、じゃあこれをインタラクトして。完璧です。中継装置はあと2つあります。反対側と。まあね、こんな倒す必要ないんだろうけどね。まあボッコボコにしてしまうよね、どうしても。データ中継装置はあと一つあります。下か。あったあった。
でもわざわざ警備員がいたもんね。十分です。あとはデータから音声と映像を抽出すればできました。スパイダーボットを発見した場所に戻れば爆発があった夜を AR で再現可能です。再現可能ね。よし、あー意外と復活するのね。さあ、ここ CTOS AR Data Reconstruction in Progress で、金は？ふん、逃げると思った？信用できない。ケリー、クラウンケリーか。ロンドンをめちゃくちゃにしたギャングの。ケリーは単なるサプライヤーだな。こいつは届けに来ただけだ。誰と会ったんだ？ありゃケリーの仲間じゃねえ。ゼロデイの可能性はないか？ぼさっとしてないで調査を続けてください。AR の分析ね。あれ分析機、あ、上か。マグリー、誰がスパイダーボットを操作してたか分かるか？スパイダーボットが発していた信号を完全に解読できました。具体的なユーザーまでは絞り込めませんでしたが、ロンドン警視庁が使用するコードであることは判明しました。警視庁か。警察は黙って見てたってこと？おー、再現シーンの続きはあの瓦礫の向こうです、はあ、どっかに量子トンネルでもあるのか？量子トンネルは少なくとも10年先のテクノロジーですが、待てない場合スパイダーボットやドローンといったすでに実用可能なツールを使う手もあります。いいアイデアだ。じゃあそうしよう。今ね、二段ジャンプができるようになったからね。あ、でも二段ジャンプなくともだね。せっかく眼球を実装しているのですから、あの番の積み荷にも少しは視線を向けてみてはいかがでしょう。うん、わかった。RDX ナイトロジェン、議事堂に仕掛けられた爆弾の起爆システムと全く同じものです。確かに形似てるね。ってことか。ほら急げ、まだ他があるんだ。全部をそっちで賄うってわけ？黙れよ、知る必要ないだろ。なるほど、ゼロデイは他の奴らを使って爆破したのか。ったく、ずいぶん悪い友達がいるじゃねえか。確かに正体を隠したまま大掛かりな組織的犯行を成功させるには良い方法ですね。ゼロデイは人員と資源を求めながらも一定の距離を保つ必要がありました。それにあの余波でクランケリーとアルビオンがどちらも利益を得たことは世界一優秀な AI でなくても分かることです。お、AR 再現から得られる情報はこれが限界です。ですがスパイダーボットを監視していた謎の人物を特定できれば詳しい話を聞けるかもしれません。詳しい相手ね。んじゃ戻るか。回収できるんだよね、すごいよね。
ああ、そういう感じね。ちょっとマップ確認して、雨か。結局普通に入ってこれるんだね。スパイダーボットのシリアル番号を追跡したところ、3年前ニュースコットランドヤードに配備されたものでした。使用者や任務の内容といった詳しい情報は警察署に保管されているかもしれません。警察は爆破犯を知ってて黙ってやがったのか。正義の味方のはずだろう。どういう了見だ。真相を確かめるにはニュースコットランドヤードを調査するしかありません。じゃあ次はそこに行けっていうことね。すまん。殴った後にすまんぬって言ってもね。さあね、あの爆破で亡くなった人も多いからね。さあ次は、自由の投資を救出。あ、こっちだね。過去を掘り返せはまだ続きがあるみたいだね。ということで、今回はここまでにしたいなと思います。次回はこの続きだね。そうだね、誰使ってやろうかな。次はね、いろいろ使ってやってみたいんで、またそのあたり楽しみにしておいてください。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたね。見ろよ俺の動き。